ちょっと先に前回分のちょっと反省なんだけど、はい。はい、今間違いを繰り返すとこだった。はい。自己紹介ボケて入った。はい。で、今日もちょっとそれやろうかって、はい。まあ、言って、はい。始まってんだけどね。はい。結果お前ら誰なのか、あ、割とわからないまま言ったよね。そうですね。お天気のりでもなければ、河野和夫でもないまま。そうですね。ね。はい。なんかぐったぐたで、なんか河田シャーミンとか与謝野晶子とか。あ、それ僕でしたっけ？お前だよ。出た。あれ？そうでしたっけ？それはお天気のノリだよ。でも名前名乗ってないから分かんないですもんね。伊集院光と河野和夫とお天気のノリなんだけども、うん、はい、トンチンカン名前を言っちゃ面白いやつで今日も行こうよ。なんでそんなこと言うんすか。有名なら何でもいいでしょ。いや、いいですよ。いいよね。有名だったら。はい。こんばんは、ファーブルです。おお。与謝野晶子とあんま変わらないですかね。ファーブル行かれました。うわ、やべ、これ一回否定されちゃうともう何も出てこなくなるんだよね。いいですね。こういう人さん見んでもいいですね。もうあと、長嶋茂子ですしかないんだけど。もう、ちょっといない人に、いない人になっちゃうもんね。またしょっぱなから茂子とか来ちゃいました。ちょっともうちょっと考えさせて。え、こんばんはでしょ、はい、どこあたり行くのが一番いいんだろうな。僕も正解出してないから、どの、どの、言いづらいから、あれですけど。こんばんは、福沢ジャストミート、アキラです。おお、はい。こんばんは、枠井恵美です。あ、いいね。枠井恵美、いいよ。いいよ。だって可愛いもん。枠井恵美可愛いもん、いいじゃん。心の、僕、もう 2回目ですけど、うん、正解がすごくわかんないですけど、要はタイプとかそういうことなんですか？何がいいんですか？俺もわかんないよ。俺だってファーブルでいけんじゃねえかと思ったもん、だって。じゃあ僕ですか？はい。こんばんは、大鶴ギタン、改め。改めなきゃよかったな。今、大鶴聞いたんだったらよかったのに。終わっときゃよかったのに。改めちゃったんですよ。だって松たか子なんですもん。松たか子のまんま行くか、大鶴ギターのまんまでよかったんじゃないの？合わせたからなんですか、うん、で、今の話したので、こんばんは、マルショーですってのと、マルシアかと思ったら、マルシアかと思ったら四ツ谷のスーパーだったのとね、四ツ谷のスーパー。スーパーね。でも人名じゃないんだよね。人名じゃないんだ。人名じゃないんですよ、ね。これ正解ってあるんですかね、僕わかんないんですけど。このやり方はもうやめよう。前回で懲りてくれればよかったんですけどね。で、俺前回懲りたはずだったんだけども、な途中トークしてるうちになっちゃったんだよね。いつもこの、出腹くじ引かれたとこから始まっていくってすごいですよ、ね。多分変な話、これ通勤途中に iPod で聞いてる人で、タバタから乗ってたら、ウグイス谷ぐらいまではあんま乗らないまま。みんなそのままね、西日暮里、日暮里ぐらいで、このぐら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 ってしてて、もうねえ、なんつって。はい、で、ウグイス谷あたりから、ちょっと早くメール行ってくれ、みたいな感じになる。じゃあメール。はい。ラジオネーム、ミミズグチグチ。好きな丼物は何ですか？これはね、それを聞きますか。丼物なんですよ。丼物、うん、ねえ、まあカツ丼でしょ。まあカツ丼だよね。いやもうカツ丼、いやカツ丼ですよ。カツ丼は間違いない。間違いないです。カツ丼は俺を裏切らないよ、ね。俺はカツ丼を裏切らないよ、ね。あ、歌みたいいいっすね。松本先生に怒られちゃいましたそれ。もし松本先生 TBS 来たらちょっと俺にサインもらっといてください。好きなんだよ。エメラルダスの書いてある。サインだったね。エメラルダスの書いてあるサインもらっといて。まあカツ丼なぁ。でもね、カツ丼って結局さ、卵のとこじゃないですか。はい。親子丼とカツ丼どっちになっちゃう？僕はやっぱカツ丼。僕カツ丼ですかね。やっぱりマジで？はい。カツ、親子丼でしょ？親子丼もいいんですけど、いや、カツ、親子丼に信じられないぐらい鶏肉が入ってれば、うん。親子丼でもいいんですけど。いや、俺の言ってる親子丼っていうのは、割とこう、もも肉の割と皮に寄ってる、ちょっと脂の多いところの、ちょっと何、1センチぐらいの厚さのやつが結構入ってて、はい、で、溶き卵、卵3つ使うんだよね。3つ使って、2つが溶き卵で閉じた上に、最後の1個だけが出す寸前に、ザーってかけて、蓋して、余熱で少しふわっとして半分生のやつで、カツ丼は拾ったやつだよ。拾ったカツ丼だよね。おかしいでしょ、それ。雨上がりの公園の、門の上のところに置いてあったやつ。それ、対象の折り方おかしい。何が。それ、世間じゃカツ丼ってもう呼ばないですもんね。それは。こうやって普通に歩いて、なんでこんなとこ置いてあるんだろうね。ゴミかな、重い。
あ、カツ丼だのカツ丼だから。俺はいらないな。俺はもう絶対卵丼の方がいいわ。誰でもいらないでしょ。築地の玉ひでのやつだもん。築地の玉ひでの卵丼だから。じゃあ、それ。珍しいね、お前らカツ丼なんだ。いや、それずるくないですか。何だって。そうだったら僕も親子丼の方がいいですね。もう真似すんなって。いや、真似とかじゃなくて、じゃないですか。ただ俺ね、こうなってくると、結局、アジのたたき丼ってあるんだけどね。熱海で食ったね、アジのたたき丼。これがうまいんですよ。あのね。海のやつもずるいですよね。これもなんかすごいよくできて、その熱海で食ったんだけど、その、アジのたたきを片方、たたきなんだけど漬けみたいな、醤油、ダレみたいなずっとついてて、それとそうじゃないやつの両方あって、で、あの、すったんじゃなくて、あの、細切りにした、生姜が、乗っかってて、しかも新鮮で、なんだよね。で、お前らの方の卵丼は、丼の中に、段ボールに卵丼って書いたやつが入ってるだけのやつだから食べられないじゃん。何あの、破ったアマゾンの段ボールに、アマゾンの段ボールに卵丼って書いてあるやつが、丼の中に一枚、くしゃくしゃって入ってる。それ段ボール丼ですもん、絶対。それ味の叩き丼になっちゃうでしょ、それ。あ、じゃあさ、これから、こう、ちょっと手間かかるけど、これからも一生それしか食えない。それしか食えない。それしか食えない。丼を選べってことですか。そうそうそう。あとクロワッサン食べて。優しい。優しい。は丼ぶりがダメだったら、あのクロワッサンはダメ。クロワッサンかそれしか。優しい。優しい。でそのクロワッサン焼いてるパン屋さんが黒沢さんっていう人で、みんなからはクロワッサンでちょっと呼ばれてる。ちょっとダジャレが入ってる。ちょっとダジャレ入ってる。で黒沢さん小さい時からそう言われてるから、本当はちょっと嫌なんだけども。かけられてるのか。でも、だけどまあいい、まあ、愛嬌も買ってくれるし、買ってくれるしっていうことで。それいらないところですよ、別に。いりますその丼には関係ない話ですよ。丼には関係ない。黒沢さんの話、ね、います、まあ、黒沢さん作ってるのが黒沢さんだっていうことだけはちゃんと。あ、じゃあまあ覚えてきますけど。ね、ずっとそれしか食えないんですよね。そうなっちゃう。ちょっとこれルールが途中ですごい変わったから、はい、ちょっともう一回整理しておくけれども、はい、まず、黒沢さんの焼いた黒沢さんは食べ放題。そのルールは大丈夫です。食べ放題。まず最初にそれ黒沢さんいいでしょ、何が。後でいいでしょ、黒沢さんの情報最悪。もう黒沢さん、婿養子に入って名前変わ婿養子なの名前変わった、名前変わった、変わってんだけど。本当は何だったのえ、そうなんですか。もともと黒沢さん。前は。黒沢さんが。はい。それで、その、パン屋始めてしばらくは黒沢さん、黒沢さんってやったんだけど、はい、ここで、結婚して婿養子に入ってて。はい。佐々木さんだから。でもみんなほら、黒沢さんの黒沢さん。馴染んじゃってるんだ。急性これ良くないこの部分。俺、向井さんが言ってるんですよ。言ったし。今佐々木さんなんですかね。もういいから、そんなやつ。どんぶりの話と全然関係なくなっちゃってるから。変なとここだわるのやめてくれる伊集院さんですよ。で、乗っていい車は軽自動車。なんでですか一生。なんでですか一生。ダイハツミラね。ダイハツミラ。まあ、文句ないですけどね。ダイハツミラ。乗れるな。ダイハツミラ。乗れるな。増えても。乗っちゃダメね。漬けマグロ丼。でも漬けマグロしか乗ってないんですよ。いやでも海鮮丼なら漬けマグロも一品入ってたら楽しめる、ね。え、入れていいの？じゃあ変なし、俺海鮮丼だけどロコモコも少し横入れていい？そうしたら。それありでいいですか？それ。それありですか？左足ロコモコと一切れだけ勝つ。なんだよ、この食い物。それ最強じゃないですか？最強だけどさ、そうなっちゃう。でも漬けはありでしょ、海鮮丼。海鮮丼だからって全部海鮮入れてさ、なんかそんなさ、トロとか中トロとかさ、はい、ネギトロとかさ、潜水艦とか、はい、全部それ入れていいわけでしょ、それ。一個余計じゃないですもん。一個余計。潜水艦スッて出して、爪楊枝なんかツルツルってチュッて食べたりとか。大きな人だなぁ。チルチルする人。か、ちっちゃな人ね。潜水艦の方。もしくは俺がそのままだったら潜水艦の中入ってる人がちっちゃな人ね。そのケースもあるよね。細かいんですよね。うん、あ僕、あれですね。皆さん、お忘れなんですよ。で、丼もんで一番、丼もんで食べた方が美味しいのが、うなぎなんですよね。あとは、別に丼じゃなくても、美味しいは美味しいんですよ。いやでもね、うなぎは10の方がうまいって。あ、そうか。丼より10の方だって。10の。うな重はありなんですか？うな重はありだよ。あ、そうなんですか？うな重はあり。じゃ、ダメです、もう。うなぎ大丈夫です。
いらないだろ。うなぎいらないっす。うな重で食っていいんだったら、うな丼はなくていい。いなくていいです。うわぁ、丼なぁ、カツ丼、カツ丼。でも、卵、いや、まあでも、親子、卵丼はもうないよね。親子丼があればいいのそうですね。だって、親子丼で、その、さえもうキープしとけば、親子丼もらって、卵丼気分の日は、その、鶏肉をぶん投げちゃえばいいんだもんね。極端に言えばね。そう、店のおかみが見てない間に、ポッケに直に入れちゃえばいいんだもんね。そのね。どこでもいいんですけど、ポッケ限定じゃなくても。で、あとでポケット叩くと、そこに入ってる鶏肉が、一つだった鶏肉が、ぐちゃって増える。増えそうな空気だった、今。増えたら歌なのに。増えそうな空気だった、今。増えはしないです。増えたら歌なのに。増えるんかい、油が増えるんかい、言いそうになっちゃったもん。ってなります。誰も得しないやつですね、そうすると、そこは、その、親子丼でいいもんね。そう。俺、親子丼かな、じゃあ。親子丼。親子丼とカツ丼だと、カツ丼嫌な日出てきそうな気しない？なんか。嫌な日って何ですか？カツ丼じゃねえなっていう。親子丼じゃねえ日はあんまないけど、カツ丼じゃねえ日はあるじゃん。ああ、でもそれちょっとわかるな。言ってることわかる？ちょっとわかります。俺わかんねえ。え、こういうこともあるんですね。油断すると。俺は言ったんだけど。急にはしご。俺は言ったんだけど、あんまり口触りがあんま良くない感じ。急に今はしごを外されたんだけど、思ったら。だって、ちょっとあるよね、なんかね。いや、あの、カツ丼はもう違うなって思いなっていうのは。僕ないですね。僕、カツ丼を断ったことが今まで一度もないですもん。うわぁ。牛丼は牛丼ですか。この際牛丼はいらないですね。それはなぜかって言ったら僕、牛丼すっごい今まで食べてきてるんですよ。まあそうなんだよね。牛丼ってあまりにポピュラーになりすぎて。ポピュラーすぎて。しょうがねえから牛丼で見たら気すらあるもんね。なんかね。天丼は天丼。あー、そうか。そっちもあるか。天丼。でも天丼、そっか。おかず。としてでもいい気もするんすけどね。天丼ダメだわ。天丼あんま食ってないわ。なんでだろう。でも今もじゃあこの話してて天丼食いたくなるかって言ったら、いや別にだね。親子丼は食いたくなってるし、うな重ですら食いたくなってるけど、はい、今天丼全然心動かない。え、どんぐらい食べてないですか。下手したら2年、いやもっとかもしれない。丼としては天ぷらとご飯は食べるよ。はい、あとたまに贅沢して天ぷらそば。はいはいはい。とかも食べるよね。はい。で、まあ、あと、天ぷらクロワッサンサンドとかも別に、食べてはいないけど。急に入ってこない。食べてはいないけど。いないですね。天丼下手したら5年食ってないかもしれない。へぇ、すごいですね。食う天丼。天丼食いますよ。たまーに食いたくなる。中う天屋天屋。天屋ですよ。はい。天屋は僕の中でちょっと贅沢な日なんですけどね。あっそう。はい。なんでだろう、なんでこれの俺も一番すげえ今疑問になっちゃってるけど。自分の中でなぜ自分は天丼を食べないのかってなんか思い当たる節。あんまり好きでもないってよく公言してるラーメンですら、うん、食うよ。うん、まあ、ラーメンはなんかそれいつも好きじゃないって言い方って難しいと思うのでさ、ラーメンそんな好きじゃないんだよねっていうのって俺の中でフラットって意味で言ってるのね。はい、なのにこう好きじゃないと嫌いってみんな取って、はいはいはい、でみんな嫌いっていう風に広めていくから、うん、ラーメン食べたよとか、うん、ツイッターとかで書くと。はい、伊集院さんラーメン嫌いなんじゃないんですかみたいなこと言われるたびに、うわぁ、めんどくせえ感じに伝わるなって思って。嫌いじゃなくないですよ、みたいな。好きではないから。好きじゃないだけで、ね、難しい。でもその微妙な位置にいるラーメンですら結構食べますよ、別に。2ヶ月に1回とかは食べますけど、天丼は全然食ってないね。今食ったらどうなるんですかね。どうなんだろう。ハマったりするかもしれないですね、逆に。天丼の良さって何？天丼の良さって言われると。天丼の良さ。あのね、はい、天丼ならつゆのかかってる部分がうまいのはわかるんだけど、はい、それ牛丼ほどじゃないよね。ましてや卵丼ほどじゃないじゃん。その、汁とご飯の関係って。ダックダクにはなってないじゃん。ダックダクにはなってないですね。で、ダックダクにするもんでもないじゃんか。あとなんか、エビ天とご飯のペースみたいのも意外に俺合わない気がするんだよな、これ。へぇ、そうっすか。うん、全然、そこになんか、エビ天、少なくないおかずってなっちゃうね。あ、そう。しかも、エビ天だけっていう。一味じゃん、なんか。親子丼だと、卵部分と、その、鶏肉部分と、何か得体の知れない黒い立方体の部分が、すごい、なんだなんだなんだ。あるけど。話が入ってこない。なんだなんだなんだ。何それ。いや、まあ、足しただけだけど、あとはなんか、さっき直前まで遊んでたスゴロクのサイコロが入っちゃってたんだけど、その、味の差もあんま、口の中のこう、ずっと天ぷらかよみたいな。そうっすか。うん。
じゃ、というわけで結論として、はいはい、一番の丼っていうのは、はい、漬けマグロの鉄火丼の上に、とろろがかかってて真ん中に卵を落としてあるやつでいいですね。大丈夫です。一回も出てきてないですよ。でもいいですね。ルーキーじゃないですか。いいですね。いや、いいですけど。うまいよ。うまい。すごいうまい。じゃあいいです。それにこう、わさび醤油を上から、ふとわさび醤油かけて、ガツ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 っていくんで卵も潰して。絶対うまいじゃん。すっげえうめえよ。それにしましょう。じゃあ、決定です。